んにちは、ラクタップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。この番組はですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はお家で過ごそうということで、お家でできるダンス、タップダンスを配信しております。はい、ということでもうお分かりですね。いきましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん、今日も元気にタップ楽しんでますでしょうか。今日も皆さんにお会いできたこと感謝しながら、しっかり全力で配信していきたいと思います。今日もよろしくお願いします。というところでですね、本当に大変な日々をお過ごしだと思いますけども、この動画見ていただいてですね、足動かして楽しんでいただければなと思います。ぜひね、タップって面白いんだ、僕の今日やったこと全然できなくても大丈夫です。なんか足動かして大人の面白いなと思って、このね、コロナ収束後、ちょっと近くのタップの先生のところにぜひね、やっぱタップやりたいですってね、通っていただけるのが一番嬉しいかなと思いますので、それまでのね、参考動画としてね、一緒にちょっとね、楽しんでいただければなと思います。今日もお家でタップチャレンジ、イエーイ。さあ、やっていきましょう。ということでですね、この動画はですね、今日やるステップ、その次にですね、まあ、そのステップのね、細かい解説、まあ、分解して説明していくということですね。で、その後にワンポイントコツ、これいつも言ってますけども、ラクタップエンタメ専門用語ですからね、ワンポイントコツ、ちょっとしたね、うまくいくコツをお伝えして、最後に皆さんと一緒に曲に合わせて踊っていけたらなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、今ね、ここ最近ずっとね、リズムで遊ぼうみたいな感じで、ちょっと複雑に聞こえるリズムなんですけど、足は実は同じことの繰り返しとかいった感じで、まあ、リズムコンビネーションといったところで見ていただければなと思います。では今日やるステップいきますね。はい、シックスエイ、今日はこういうステップをやっていきたいと思います。ちょっとね、今ね、聞いてると、おお、何何何、ちょっと思ったことあると思うんですけども、だいたい今まで上げたステップっていうのはほぼほぼ18くくりのステップが結構多かったので、まあ4カウントもあったと思いますけども、数えやすいところで 1,2,3,4,5,6,7,8 っていう風に18くくりでお伝えしたステップが、まあ、ほぼほぼだったと思いますので、分かりやすかったと思うんですけども、でも実はこれも同じステップを繰り返してるだけです。で、ただね、そのステップのくくりがですね、8よりもちょっと多いんですよね。まあ、本当は厳密に言うと違うんですけども、要は 1,2,3,4,5,6,7,8,1,2 までが、ここまでが一つのステップです。で、次の新しいステップは3から始まるってことですね。つまりそういうふうに18くくりではなくて10カウントくくりっていうんですか、はい、まあ、とにかくそうやってちょっと音楽的には綺麗にはまりきってない感じのリズムで進んでいくので、ちょっと複雑に見えて、だけど逆にだからこそね、ちょっと面白いリズムのステップで、ちょっとタイムステップ作っていきたいと思います。まあ、そういうところがね、ちょっと今回の難しいところで、やることはフラップとヒールと、あとはシャッフルとストンプルかな、重要なところは。まあ、その辺の感じはここの動画を見ていただければ、そのステップのね、詳しい注意事項は出てると思いますので、とりあえずもうやることだけババッと最初いっちゃいますね。僕こちらの足でいきます。で、すいません、今日もね、ずっと同じ足が続きますけども、まあ、この動画見終わった後反対足にもチャレンジしてくださいね。僕すいません、左足からいかせてもらいます。最初はフラップフラップ、はい、やることはフラップフラップ。で、これもフラップも実はタタッタタって使いやすい、フラップではなくて、イーブンでタタタタと使います。で、今回は3連音でいきます。でね、さらにもっと難しいのが、さらにが多くてごめんなさい、アフタクトからいきます。5 6 7 8 1 5 6 7 8 1。ただね、アフタクトで入ったとしてもちゃんとここにキーがあります。ワンのかかとが、だから左のかかとがワンだと思ってください。まあ、だから極端に言うとワンツーってこうやって始めてもいいくらいなんですけど、タララって入るか入らないかでステップの雰囲気が全く変わってきますので、そこをねちょっと感じてもらえればなと思いますので、最初フラップフラップ、
リズムとしては5、6、7、分解と1、1。で、ここの1からね、じゃあちょっと分かりやすいですね。ここからね、逆に数えやすいです。1、2。いいですか？かかとで1、2。どちらかいってみましょうか。かかとが1ですので、1、2。で、ここはストンプです。フラップの頭からいきましょうか。5、6、7、8、1、2、and 3、and 4、and。基本的には、ここまでのステップを覚えれば、あとはね、ちょっと繰り返しなんですよね。まあ、といっても、今のステップを繰り返すわけではないですけども、要は、ストンプル、シャッフル、ストンプル、シャッフル、このステップのをあと何回やるかっていうところだけなので、やるステップのものとしてはこれだけです。フラップ、かかと3つ、ストンプ、ステップ、シャッフル、ステップ。ものとしてはこれだけです。で、この最後に言うとこのストンプのところとシャッフルのところをちょっと何回か足していきますっていうところです。じゃあもう一回いきますね。5、6、7、8、1。5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4。大丈夫ですか？で、ここから今シャッフル戻ってきたので、もう一回、ストンプル、シャッフル。これ。で、最後の、ストンプルステップまでいきます。だから、ストンプルがここからだけやると、丸々2セットやって、ストンプルのバージョンだけです。どういうことかっていうと、2回やったら、こういうことです。これでおしまいということです。ストンプル、シャッフル、ストンプル、シャッフル、ストンプル、こういうことです。これを最初のクランプロールのヒールからと、今のを組み合わせると、前半のステップが完成します。全部ちょっとつなげてみましょうかね。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、5、6、あとはこれを、こういう言い方好きではないですけど、全部で言うと2回半ぐらいやるってことです。はい。今多分お分かりだったと思いますけど、5、6、7を始めたのに、終わりは1で終わってますよね。はい。だから、1、8よりちょっと多い感じで終わってますよね。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1。で終わってますので、いつもの1、8くくりではないです。1、8、ちょっと。で、撮ってます。で、ここまで来たらもう一回今の同じステップをやります。丸々2回。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、2回ね。3回目は丸々3回しないです。なんかちょっとなんか半分とかなんかすごい変な言い方して申し訳ないですけど、3回目はこれでおしまいです。もう1回しか、このセットは1回しかないです。という、なんかリズムをちょっとね、無視したステップだけの覚え方としてはこうですけども、まあね、実はリズムで覚えてほしいっていうちょっと願いはありますけども、まあ単純に言うと、同じステップ2回やって最後は、途中で終わるっていう感じで、思ってもらえると一番わかりやすいかな。でもこれね、きっとまたこれもね、面白いことにリズムハマってるんですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8と実はハマってますので、要はだから3、8なのにステップは2つ半しかないです。いつもね、3、8やったら必ず3回同じステップがあったと思うんですけども、じゃなくて3、8だけど2回とちょっとしかないってことです。はい。じゃあ、そこもう一回行って、じゃあ後ろから行こうか。じゃあそこ、全部続けちゃいます。
して5、6、セーブ、ヘビとワン、ツッ、スッ、ホ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 ッ、まあ、ちょっと次のワンまで入っちゃいましたけども、じゃあね、ここのワンポイントコツいきますね。まずさっきもちょっと言いましたけど、まあ、このワンが絶対外さないということです。ファイブ、シックス、なんか失敗したけどワン、わかります？なんか失敗したけどワン、まずこのヒールを絶対ワンで、ワン、ツッ、スッ、ホッ、ファイブ、シックスっていう風に、最初はもう極論でいくとファイブ、シックス、エイ、ワン、ツッ、スッ、ホッ、ファイブっていう風にフラップの部分を外してリズムを取る練習してももしかしたらいいのかもしれませんけど、とにかく左のヒールが、まあ、すいません今日僕左でやってますので、もしかしたら、ね、皆さん右になってるかもしれませんけども、合図があります。必ずワンの合図があるので、ワンで次、これのね、これがちょっとね、なかなかこれは人それぞれであっていいと思うんですけど、僕はこうやってます。これ要は何回やってるか分かりませんよね。おお、今何回目何回目何回目だから次って、まあ、正直言うと僕も時々分かんなくなるんですけども、これもね、実は気をつけるところは、最初1回目はね、ワンでこれが終わるんですよ。タッティ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 ワン、1回目はこれワンになります。ただワンってきたらワン、エンジン、ワン、スーリーで、次は3で終わるんです。これがスリーで終わるんですよね。だから右足が1、3で終わった時に頭に戻るって感じです。ちょっとね、分かりにくいですよね。ちょっとごめんなさいね、いきますよ。5、6、7、4、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、ちょっとすごい分かりにくい説明だったかもしれませんけども、そこの区切り目をしっかり自分で取ると、あ、ここでステップ、次2回目のステップが始まるんだって分かるので、そこをちょっと目印にしてみてください。で、次後半のステップいきますね。後半のステップは、まあこれはもうほぼほぼもうリズムなので、ワン、ツー、スリー、これがワンになりますので、トーンステップ、引いて、ついて、ついて、回って、ダンスダン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 せーの、ダンダンダダ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 、ここで元に戻ってきました。なのでもう一回左足上がってますから、頭からせーの、ワン、ツー、スリーと始まります。ダン、スリー、ファイブ、シックス、セーブ、ワン、ツーと、こういう風に続いていきます。なので、すいません、今回もね、ちょっと同じ足バージョンがずっと永久に繰り返されますけども、ぜひね、反対足バージョンもちょっとチャレンジしていただけたらなと思います。で、最後のステップはワンポイントコツとしては、最後にやっぱり次のね、ここから2回目始まりますので、この準備をするってことです。こうやらないってことです。あの、まあ続けるときはですよ、こうやっちゃうと、あでもこれもこれも5、6、7、ブンってもう1から入りますので、7、8の2クトから入りますので、ついてたらあってなっちゃいます。5、6、7、ブンっていう風にすぐ次の入る準備をしといてください。じゃあやってみましょう。5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 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 5, 6,
6せーの、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン。しっかりね、次の準備ということで準備してもらったら、で、チェンジの時が、これがワン、スリーの後が2回目が入りますよって、ワン、スリーとどんどんずれていきますよってとこですね。それを合図にチャレンジしてみてください。それでは曲でいってみましょうか。はい、じゃあいきます。ずれていくので、いつものなんか心地いい8カウントずれではないので、なんか一瞬なんかこう気持ち悪い感じがするかもしれませんけども、しっかりリズムがはまって、まあ、よく考えてみるとちょっと面白いリズムみたいに感じてくれたらなと思いますので、ぜひね、まあ、リズム遊びの一環として、まあ、こういうのもあるかなという感じで皆さんにお伝えできたらなと思います。ぜひね、いろんな自分のステップで、ね、チャレンジしてみてください。結構面白い感じになると思いますので、なんかやってる自分もね、これ慣れてくると逆にちょっと面白くなります。数えてなくてもなんか自動的にね、足がちゃんと 1,2,3 で全変わってくると思いますのでね、もしよかったらそこまでなるように頑張ってチャレンジしてみてください。それでは皆さんいかがだったでしょうか。もしよければですね、ラクタプレタリーに参加しますといった感じでチャンネル登録で、また評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie! バイバーイ。ありがとうございました。